日ごとの糧、2022年1月22日。地を踏み鳴らした兵士の靴、血にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ焼き尽くされた。伊ザヤ書、9章4節。これは我らの神の憐れみの心による、この憐れみによって高いところから明け物の光が我らを訪れ、暗闇と死の陰に座している,いる者たちを照らし、 我の歩みを平和の道に導く。ルカによる福音書、一章七十八節七十九節。神は戦争争いを望んでおられません。平和をこそ望んでおられます。さまざまな困難があるとしても、最終的には和解、平和を生み出すようにと、神は私たち人間に求めておられます。まあ、そのために神は平和の道を 備え平和の使者としての役割を私たちに与えまたそのための心も私たちの中に作ってくださいますイエス様は惨上の説教の中で平和を実現する人々は幸いであるその人たちは神の子と呼ばれると語りました、まあ、ある意味でこの平和の道平和への道というのは到達した時に神の子と呼ばれるというほど 栄誉あるものでありありるいはまたこれ裏を返せば達成困難な事例でもあるのかもしれませんね。神の心をしっかり受け止め平和への道を歩みたいと思います。地を踏み鳴らした兵士の靴、地にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ焼き尽くされた。これらは我らの神の憐れみの心による。 このアレミによって高いところからあけぼの光が我らを訪れ暗闇と死の陰に座している者たちを照らし我らの歩みを平和の道に導くあの有名なアシしのフランチスコが書いたと言われる、えー、平和を求める祈りっていうのがありますねちょっとそれを思い出しました平和を求める祈り神を 私をあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑惑のあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを。 理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように、私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に永遠の命をいただくのですから、こんな祈りを一緒に捧げることができたら嬉しいなと思います。祝福がありますように。